4月27日、南区のホテルでホッケー女子コカ・コーラウエストレッドスパークスの激励会が開かれました。会には広島の財界や各種団体、県や広島市の職員、地元マスコミ関係者などおよそ200人が参加しました。広島市安佐北区に拠点を置くコカ・コーラウエストレッドスパークスは、昨シーズン悲願の日本リーグ制覇と全日本社会人選手権で2冠を達成。チームの活躍は地元に元気を与えてくれました。乾杯。会では連覇と残り2つのタイトル、国体と全日本ホッケー選手権での優勝を目指し戦ってほしいなど、激励の挨拶の後、必勝者文字が送られました。一戦一戦全力で戦い、一勝一勝積み重ね、ここにいる皆様、そして広島の皆様、コカ・コーラウエストレッドスパークスを愛していただく皆様全員に最高の報告をできるよう、今年1年日々精進していきたいと思います。会場には安佐北区長の姿もありました。今年はですね、区役所の職員やあるいは区民の皆さんに声をかけてですね、ぜひ19日に始まるそのリーグ戦のスタートをみんなでですね、 T シャツを真っ赤なの T シャツを着てですね、みんなでこうあそこのスタジアムを真っ赤にしたいなというふうに思います。はい、区民全体がですね、そのコカ・コーラウエストのレッドスパークスの力を借りてですね、元気になってもらえればなというふうに思います。はい、去年がね良すぎたけど、今年も勝てると思いますのでね、ぜひ頑張って。はい、地元の声援を受け、開幕戦は5月19、20の2日間、安佐北区安佐町毛木のコカ・コーラウエストレッドスパークスホッケースタジアムで開催されます。